皆さんお久しぶりです。経営コンサルティングの中野です。今日も中野先生の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。皆様新年明けましておめでとうございます。今日はもう1月11日木曜日になってしまいましたね。私も随分とお正月休んでしまいました。仮想通貨草コイン中野研究会を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はね、なんと念願のねビットコイン ETF が承認されましたね。おめでとうございます。イエーイ。もう何年ぶりですか ETF って言ってね、もう3年、4年、5年、6年ぐらい経つかな。2019年ぐらいから言ってましたかね。2018年ぐらいから言ってましたね。ビットコイン ETF がいつか承認されるから、その時には爆上げするから大丈夫だからって言っててね、言ったんだけど、何度も何度もチャンスがあって、アメリカのね証券会社が何度も何度も ETF 申請をセックにしましたけどね、今度こそは大丈夫、今度こそは大丈夫って言ってことごとく落っこちましたからね。今回もダメなのかなってね、まあみんな思ってましたからね、誰しもが思ってましたけど、承認されて今爆上げですね。ちょっとビットコインの価格見てみましょうか。まあ、コインマーケットキャップ見てみましょう。仮想通貨を語る上ではね、コインマーケットキャップから始まってコインマーケットキャップで終わると、これは本当の話ですからね。このコインマーケットキャップを使い切ることができれば、皆さんね簡単に億万長者になれるんですよね。で、一番ビットコインね、こう66しか出ないんですけど、669万5000、まあ、670万ぐらいですね。まあ僕ね、一気にね、1000万超えていくかなと思ったんですよね。ビュー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 、そうでもないですね。まあ ETF 承認されたんでね、これからまあ、ビットコイン現物の、ビットコイン現物のですね、投資信託商品を作るんで、これから投資信託としてお金集めてね、市場に入ってくるから、まあこれからなんですけどね、じわ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 と、これからね、まあ、毎月1000万円ずつぐらい上がっていっちゃうんじゃないですかね、これね。はい。これから、ビットコイン現物の ETF 商品が販売されるんでね、これからなんですけど、まあ、それでも、期待値としては、まあ、来ましたね、結構ね。うん。まあ、この1週間ぐらいでね、来てたんですよね、これね。ここら辺来てましたよね。一旦落ちたんだけども、ビューって来てね。まあ、2年前、2021年か。2021年、22年の、高値に近づいてますよね。まあ、これも第1回目の2021年の高値は、もう来ましたよね。700万ぐらいね。で、まあ、今回、これ750万抜いてくるかどうかですね。まあ、僕は800万抜いて、まあ、1000万余裕で抜いてくるかなと思いましたけど、まあ、抜いてくるでしょうね、これね。3月31日に向けてね。皆さん、あっという間に証券化商品、商品作ってくるんでね。あっという間に ETF ビットコイン現物 ETF 商品が入ってくるから、
ここのマーケットのお金がちゃぶちゃぶ入ってくるんでね。あとまあサリアムいいですね。イーサリアムが37万5000、まあこれももっと50万60万いくと思ったんですけど、前回高値が50万ですかね、これね、44万5千か、50万ですね。それに比べ、まあ37万5千なんで、ちょっと弱いかなと。まあ、リップルなんかっても全然弱いですね、86円。まあ、200円超えてくるかなと思ったんですけど、全然ダメですね。まあ、一番高いのはこれです。高いよね、これね。380円。2018年1月8日ね。380円。2021年の時はそこまでいってないね、これね。でも結構いった方だよね、これね。200円ぐらいかな。200円ぐらい行きましたかね。まあ体の枝もちょっとくすぶりまくりですね。体の枝もね、83円。ダメですね。319円いきましたからね、体の枝ね。ちょっと弱すぎますね。で、同時コインが12円。同時コインも70円いきましたからね。まあ、一瞬ですけどね、これね。まあ、ちょっと弱いですね。まあ、ETF なんでね。ETF だから、多分ビットコインとイーサリアムだけかなって感じありますね。柴犬もダメですね。ちょっとね、もうちょっとですね、これ。ということで、まあ、ビットコインと、まあ、ビットコインだけかなと。ビットコインだけかなっていうところはあるかもしれないけど、まあ、これからですね。まあ、実際には、半減期があるんでね、半減期があるんで、まあ一応高値付けの来年と言われてるんでね、まあ、来年に向けてまあかなり上がってくるかなと思ってます。いや本当にビットコイン ETF 賞に本当おめでとうございました。まあ今年は楽しみですね。まあ来年ね、ちょっと日本列島とね、フィリピンの間の、海ね、海に巨大地震が起きるって話でね、日本がなくなると。日本列島が、まあ、なくなるとはなくならないでしょうけど、まあ、かなり水没してしまうと。そして人口が3分の1になっちゃう。3分の1にしたらまだ結構いますけどね。3分の1になっちゃうんじゃないかって話が出てて、嫌な話が出てるね。まあ今年からね、まあ、巨大地震が多くなってくるんじゃないかということで、まあ一発目にね、能登半島がやられましたけれども、まあしたくないですよね、本当にね。まあ僕ね、大体分かってるんですよ。どこがやられるかっていうのはね。まあ、三菱電機の時にちょっと分かってましたけど、まあ、結局、日本で人身売買されてるんですよね、ああいうとこね。ああいう温泉街ってとこですね。熊本とかね。まあ、熊本の巨大地震ありましたけれども、なぜああいうのあったかというと、人身売買されてるんですよね。まあ、世界の、とか日本の女の子がね。まあ、借金抱えた本人とか借金抱えた老夫婦がね、娘一人売りに出さなくちゃいけないなって話になっちゃってね。まあそれでまあ人身売買が行われて、まあ温泉街のね、まあ、鳥小屋みたいなところにいさせられてね、それでまあ赤線ですね、いわゆるね、赤線街で、
今はね、もう大都会、まあ大都会もありますけれども、まあ温泉街行ってね、いかがわしいなんか変な車がね、温泉にね、来たりするんですよね。で、僕もね、若い頃、三菱電機入ってね、5年ぐらいして、今度、日本全国営業行ってこいっていうことでね、もう行かされましてですね、最初はまあ、三菱電機の次世代型のセキュリティシステムね、指紋認証装置とか作ってましたけどね、開発しててね、研究室みたいなところでずっと、朝から晩までね、頭絞りながら、分厚い本を読みながらね、英語の本を読みながらずっと、プログラム開発、アルゴリズム作ってましたけどね。はい。そして、しかも寝るところがね、独身寮の、工場のフェンスの中なんですよね。うん、まるでトップガンのトム・クルーズのね、ああいう空軍基地の中みたいな感じですね。はい。土日も出れないんですよ、外ね。はい。もちろん平日も出れないしね。フェンスの中なんですよね。で、食事もフェンスの中。はい。食事も中。仕事も中。外出る必要ないんですよね。きつかったな、あれね。そういうところでね、まあ5年間ぐらいプログラム開発とか、まあシステムエンジニアとかやってましてね。で、6年目ぐらいからね、今度自分で開発したんだから、自分で、営業ルート構築しないとダメだよって言われてね、まずは国内だってことで、2年間ぐらいかな、ありとあらゆる時行きましたね、北海道から沖縄までね、各県にね、三菱電機の営業所とかね、販売代理店があるんですよ、絶対にね。まあ、大きい、ね、大阪とかだと関西営業所とかね、関西支社とか、東京本社とかあるんですけどね、東京にはね。まあ、仙台だったら、まあ、東北支社とかね、北海道だったら北海道、旭川支社とかね、旭川営業所とか、網走営業所とかあるんですけども、もありとあらゆるところにありますよ、もう本当に。まあ、代理店を組めると1000社ぐらいあるんじゃないですかね。まあそういうとこ行ってね、自分で開発してね、自分で、はい、設置の仕方、工事の仕方、使い方全部教えて、ね、3日間とか4日間ね、教えてね。で、帰ってきて、もうほとんど家帰れなくてね、飛行機とか新幹線であっち行ったり、こっち行ったり、あっち行ったり、こっち行ったりしてたんですよ。まあ、その時にね、やっぱり温泉街なんかも泊まるんだよね。熊本とか、山口とか、まあ東京だったら山梨県とか長野とかね。そうするとさ、やっぱりそういうね、まあ、いかがわしいお店が見えてくるわけですよ。まあそれは日本だけじゃなくて世界中にあるんだけども、まあ日本だったらヤクザとかね、海外だったらマフィアの資金源になってるわけですけどね。まあ、人身売ね、例えば芸能界で言えば今だったら ダウンタウンの松本とかね、やられてますけど、あんな感じですね。まあ、ジャニーズとかね、まあ、性的被害ですよね。まあ、あれお金払えばいいんじゃないのって話してると思いますけど、本当は良くないよね。ね、本当に良くない話だと思います。で、そういうことをね、やったらいけないですよね。まあ、それで、フリーメイソンとかね、イルミナティがね、目をつけて、日本はダメだってことでね、何度言っても従わないんだよね、日本はね。官僚からして、ほら、もう、ノーパンしゃぶしゃぶとかやっちゃってるからね。ダメなんですよ。日本の男は本当に、エロジジイなんでね。それで、巨大地震を起こしてね、まあ、熊本なんかも日本一大きいですからね、あそこはね、人身売買ね。あとはまあ、温泉で一番有名なね、加賀屋とかね、ああいう能登半島の七尾とかね、その、神楽温泉とかね、ああいうとこ今回起こしたでしょう。
まあ、あと、まあ、毎回長野とか山梨で起こしてますよね。まあ、そういうね、そういうことなんですよ。だから、結構有名とかあるでしょ？そういう、まあ、岐阜の唐津園とかさ。だから次、岐阜とか行くかもしれないね。岐阜の唐津園、それ駅の近くだからね。岐阜ボーイがいますけどね、巨大地震起こしてね。鳥小屋ぶっ壊してね、地震バイバイの小屋をぶっ壊して逃がすんですよね。まあ、そういうことがあるんですね、裏側にね。はい、次にね、じゃあちょっとドル円をちょっと見てみましょうか。はい、ドル円、これ、ドル円はですね、これ、はい、これが、月足ですね。月足ですけれども、まあ、随分長いですね、もうね。まあ、ここからぎゅーっと上がっていって、こう、ダブルトップつけてこうどうなのかって話なんですけども、まあこれ上の方来てるじゃないですか、もうずっと上なんですよこれ。でこれね、週足で見るとこれ75移動平均線が一番重要でね、120、200です、次200、これ200ですね、これね。で、75移動平均線が一番重要なんですよね。これ、ドル円っていうのはね。で、まあ、ここから、バイデンさんに変わったんですよ。アメリカのバイデンさんにね、大統領が。で、キューッと上がって、で、ここは、東京の夏オリンピックね、東京のオリンピック、横横なんです。はい、世界祭典は横横なんですね。で、次に今度、北京の冬のオリンピックね。これも横横なんです。世界最低は横横なんです。終わった途端、これですから。1、2、3でしょ？で、151円まで行きましたと。ね？これ、1、2、3ですよ。これ何つったっけ、これ。ね、行きましたよね。そして、まあ、落ちてきたと、これ、まあ、1年ぐらいかけて落ちてきましたね。1年ぐらいかけてずーっと落ちてきて、75移動平均線で、また1、2、3なんですよね。で、これまた151なんですよ。で、これ、落ちてきたんで、これもう行く。ダブル、普通ね、ダブルトップだから、下がるんじゃないかなと思ってる人多かったと思うんですけど、そうは問屋が下ろさなくて、やっぱ大統領変わるまで上なんですよね。上なんです。で、ここで75移動平均線があるでしょ？これで反発して、ものすごい上がってるんですよ、今。で、これみんなやられちゃって、特にドライフ X なんかね、やられちゃって。まあ、週足、月足とか週足で、となんかしてないからね。でも普通は月足、週足ぐらいですよ。日足なんか見たって分かんないからね、上行くのか下行くのか。で、これで上行くことも決まってるんでね。で、上行くにも上がったり下がったりしますよ、こうやってね。こうやって1、2、1、2、1、2ってね。で、たまにはギューって下がって、また1、2、1、2ってやりますよ。で、これはね、細かいね、ところ狙ってたってしょうがないから。ね。こんな、15分足とか30分足見たってしょうがないから、こんな。わかんねえんだから、どっち行くのか。だから、こういうところでさ、週足でね、あ、75移動平均線ついたなと、これ上なんですよね。だから、ロングなんですよね。こういうところでロングで、まあ、1000ピップスぐらい取っていく。こういうとこね。こういうところ。ね。まあ、この辺はね、ちょっと難しいから他のやり方があるんですけども。で、まあ、ここは、
151円上なんでね、ここはロングで、あ、ショートで結構取れるよね。1200ピップスですね。12円、1200ピップス取って、で、今度は2000ピップスぐらい取っていくと。まあ、こういうやり方なんですよ。それ以外ね、ありえないっても、だから10ピップスとかね、20ピップス単位で取っていくとか、スキャルピングとかデイトレードとかっていうのは、儲かんないんですよね、全然ね。途中で、まあ、要人発言とか、忘れてた指標発表があってね、50ピップス、100ピップス動いただけで、かられてしまうような資金配分をしてるようじゃダメなんですよね。資金配分というか、まあそういうポジショニングを取っちゃダメってことですね。ここで、きちんと L 入れれば、これ以上下来ないんだから。でここでマックス入れちゃってもね、レバレッジマックス入れちゃっても大丈夫だから。下来ねえんだから。上で、この辺で、ビューンって300ピップス下行ったところで、多いポジションしなければ、ここだけでロングでついてね、ここら辺で多いポジションしなければ、300ピップス下がったところで、ポジション変わられないから。ね、500ピップス、こう来てもね。で、またこう行くんだから、どうせ。だから、そういうことなんですよ。まあ、頭くるってるか、どうかですね。まあ、週足ですね。要は、だからまあ、そんな不動産業と一緒でね。まあ、月に1回家賃もらって、家賃回収することぐらいしか仕事がなくて、それでも、ね、ベンツ乗ってお金いっぱい稼げるわけですよ。まあ、悪徳不動産業みたいなもんでですね。やることないわけですよね、投資家っていうのは。うん、毎日、画面眺めてるのが、投資家じゃないですからね。まあそういう、そのデイトレードとかね、あるけど、まあスキャルピングはやっちゃいけないよね、やっぱりね。疲れちゃうもんね。じゃあこれからどうなのって言ったら上ですよね。上なんだけど、ロングなんだけど、もちろん、下、100ピプス、200ピプスね、下下がったりもするし、上上がったりもするから、それはわからないけど、まあ、ここ横横ですね、直近はね。直近横横なんで、こんなところで勝負してもしょうがない。ね。まあ、ただこう、どうせ上行くから、下行っても上行くから大丈夫ですよ。ただここでね、200ピプスぐらいしか耐えられないのじゃダメだから、下行くんだったら行って、まあ、どっかの、まあ、こういうところかな。まあ、1時間足ぐらいでね、こう下がってくるから、で、75移動平均線でこうやって上がっていくと。まあ、こういうところもね、まあ、見た方がいいよね、やっぱりね。1時間足とかね、4時間足とかでね。日足はどうかな。はい。で、最後に、まあ、近況報告ですね。まあ、近況報告って特にないですけども、特にないってわけじゃないですけどね。まあそうですね。やっぱり、こう、ライブもやらなくなっちゃったしね。もう、毎日ずっと5年ぐらい続けてた夜のライブも、やらなくなっちゃったし、まあ誰も見てないし、誰も見てないわけじゃないですけどね。まあ、見てる人が少なくなっちゃったっていうので。本当はね、プレゼント企画とかやりたいんですけどね。まあ日中ね、ちょい、その僕も、FX やってるからね、ちょいちょい。で、まあ、あ、今日儲かったなっていう日が、ありますから、で、まあ、お金還元したりしたいなと思ってるんですけど、まあ、ライブやらなくなっちゃったからね、できないんですけどね。まあ、その分、その他のところで、募金したりはしてますね。はい。マクドナルドでね、募金箱あったらポッて入れたりしてますね。コンビニとかね。まあ、ああいうところで、
気づいたらボンボン入れちゃった方が早いですよ。3000、5000、1万円とかね、ボン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 入れちゃった方がいいです。はい。いつかどこかでっていうのはなかなかできないですよね。まあ、それとですね、まあ、車乗りながらね、また動画撮影もしたいなと思ってますし、まあ、例の、ドローンですね。カメラ付きのドローン撮影ですね。まあ、あれで外でドローンやってね、今住んでるところね、どういうところかっていうのね、まあ、皆さんにお知らせしたいなっていうのもあるし、まあ、いろいろね、やりたいこといっぱいありますしね。まあ、あと、一番やりたいのはね、やっぱり FX で大量にお金かってですね、お金困ってる人にね、あげたいなっていうのは思ってますよ。本当のところね。で、まあ、能登半島とかあっちの方はね、たくさんの人が寄付するんだろうし、国もね、税金で賄うって言ってるんでね、まあ、いいかなと思ってるんですよ、本当のところはね。まあ、それよりも、まあ、僕は僕の方で、その YouTube 見てね、いや、実はもう、キンキンでお金がなくても死にそうなんですと。家賃が払えないで大変なんですとかね、子供の教育行かなくて大変なんですとか、まあそういうのね、じゃあ今すぐ来なよ、つってさ、お話聞いてね、こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかってお話聞きながら、最後にはね、じゃあ当面いくら必要なんですかって聞いて、500万なんですか ?1000 万なんですかって聞いてね。いや、2000万ですって言ったら、じゃあ2000万円。ああ、そんなんでいいんだってさ。で、押し入れね、今東京の実家に住んでるからね。母親の押し入れ開けてさ、で、まあ、こんだけしかないけどって。今ね、200億円ぐらいあるわかんないけどさ。バーンと押し入れね、開けたらね、札束がドーッと転げ落ちてきちゃってさ、いつも母さん、ばあさんが死にそうで大変なんだけど、はい、2000万つってね、紙袋に入れてね、で、これで、ね、立て直してさ、返そうなんて思えなくてもいいから頑張れよ、つってね。それで、まあ、送り出したいなと思ってます。まあ、そのためにね、僕は FX やってるわけであって、まあ、株なんかっていうのもいいけどね、面白いよね。だから FX は本当に純粋無垢なんですよ。株とは違ってね、純粋無垢な、相場なんでね、FX ほど純粋無垢にさ、素直に動く相場はないと思いますよ。うん、株はだってもうインチキな人が相場張ってるからね。インチキな動きしてさ、いい加減ですよね。いかがわしいですよね。しかもね。だから嫌なんですよね。はい。まあ、あと今年はね、まあ、うちの母ちゃんがどんなかわかりませんけれども、またあれですね。春になったらですね、日本全国、そして世界中に回りたいですね。はい、カン君とかね。アメリカとかカン君とか、ヨーロッパとか、フランスとかね。あとは北海道から沖縄まで回ってね。いろいろ困ってる人のお話聞いたり、仮想通貨のやり方を教えてあげたりね。FX のやり方を教えてあげたりっていうのは、あと、お金に困ってる人を助けたりね、していきたいと思います。まあ、そのためにもね、やっぱりお金っていうのを貯蓄しておかないといけないので、まあ、自分がね、銃買ってんす。自分の決済でね、使える銃、身勝手なお金に、まあ、200億とかね、500億円ぐらいね。で、ああ、いくらしたんだろう、そんな使っちゃったの ?1 億。じゃあいいや、銀行行って下ろしていくか、つって、二人で行ってね。中野さん、どうしたんですか、1億なんて。俺の詐欺じゃないですか、つって。ちげえよ、つって。
俺の小遣いだよ、やろうと思ってんだよつってね、ポーンってね、沖縄で置いてきたりね、札幌で置いてきてね、返そうと思うなよ、やるからこれです、あばよっつってね、キザな言葉でも使いたいもんですわ。まあ簡単じゃないですか、いいじゃないですか、そんなのね、どうせ俺だって相場で稼いだ金なんだから。ということでね、今日はこの辺でね、終わりにしたいと思いますが、まあできればね、毎日やっていきたいと思います。はい、で仮想通貨についてはね、やっぱり一声10年ですよ、株と一緒でね。仮想通貨は株に似てるから、すぐに投資してすぐにってのはありえないですよね。やっぱりすぐに欲しいんだったら FX ですよ。 FX はだって海外口座使えばレバレッジ1000倍まで使えるしね。で1000倍のレバレッジでそれを福利で回したらあっという間に何億何十億ですからね。はい、ということでね、今日はこの辺で終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございます。また明日やりたいと思います。失礼します。